今回はですね、未開の大地、完結します。というわけで、最後のクエスト、やらせていただこうかなと思うんで、まずはギミックだね。何が求められるか。と、地雷と転送の、お?貫通。あれ?伏線回収されたかこれ。あれもしかして俺、キコルとかの伏線未開で回収してる?まあ、エンペズラ刺さなかった時点でなんかその話言ってたような気がしなくもないけど、うわー、ここか。で、弱点5倍に、ハートなしのステージ。で、あと、事象もありますよと。ああ、じゃあ、キコル割と追撃だからやばくね。まあ、そんなわけで、じゃあちょっと地雷転送のキャラでね、編成組んでこようかなと思います。よし、そしたら、編成組んできました。で、自称クエストの使用上、多分、直殴りの追撃を持ってるキャラが強いと思うんですけど、まあ、それはキコルだけにして、いや、早坂とか、アルセーヌアルファとか、最近使えてないキャラ。いや、これ使ってきたし、あとはワンチャンちょっと、まあ、ハムコーもね、一応これギミック噛み合ってるんで、まあもしかしたら遅延も役に立つのかなっていうところで、これ連れてきました。まあ内部弱点とか、なんか貫通接待みたいな感じの雰囲気、プヨ以外でなかったら、まあ即刻、ハムはリストラね。なんでこれやらせていただこうかなと思います。いや、最後結構、適正の幅広かったね。意外と広い分むずいのかな。で、とりあえず、まあ自称ですよと。で、プヨがいて、へけ。よし、それじゃあ、やらせていただこうかなと思うんですけど、まあ、やってほしいことは別に、こう、あれ。まあ、こういうことでしょ。あ、で、ヒーリングオールが出てきますよと。だから、自称をしながら、暴れ回って、速度稼いで、まあ、敵をぶん殴りに行ってね、みたいな感じになるのかな。だから、はい。これで、自称のダメージは?ほいほいほい。まあ、そんなに痛くない?3万くらい?そうだね。うまいこと殴れれば、全然問題ないかな。で、多分編成的にね、夜アルファが最強だと思う。まあ、なんかそれ、あ、こいつ編成したら多分このクエスト終わるなと思って、わざと今回外してきたんですけど、いや、8ターンで追撃 SS とか打てちゃったら終わりっしょ。というか壁を、壁に触れれば触れるほど速度アップと、このクエストの仕様は多分、すげえ合ってるんで、まあ、持ってたら夜アルファがすごい強いのかな。いや、夜アルファが刺さってんだったら、まあ、完全に、あれね、昔はね、行くとこなかったから、スペックだけの女みたいな感じだったけど、まあ今は完全にそうだ、スペックが刺さっちゃってるから、マジでやばいことになってそう。だからこれで触れて殴る。あ、でもそんなに、しかも弱点5倍しよ?うん。弱点を殴りに行かないとそんなに、うわ、なんか早坂の友情強。あれ、普通に通用してる。で、割合攻撃。あれなんか全体的にさ、優しくない?縦勘?いや、縦勘でずれるとダメか。だから横勘でずれていきながら、ファーストキラー乗せて、で加速。はい。うん。はい。だこういう風に暴れていきながら殴っていけってことでしょ?なんかすげえこれ。え?優しすぎて怖いんですけど。何これ?お、今までの、え ?51 から始まった、あの50、未開50代の、あれ?あの未開50代の、やばすぎるあの塩、どこ行ったんすか?あれなんかすごい優しい。はい。え、怖い。何これ?なんか普段、なんだろう、DV してる人が、なんか今日は優しいよみたいな。なんか、あれ今までの未開は難しすぎたね。今回は優しいよみたいな。ちょっとなんか裏がありそうで怖いんですけど。え?なんか普通にただは、もうさっきから同じショットしか私してないんですけど、だから拾って加速して殴る、もう殴る、もう倒す。普通じゃん。え、なにこれ。え、怖い要素が一切ないんですけど、今のとこ。で、ここも、まあ、プヨに触れて、はい。あ、これやらかしたか?ちょっとずれたな。まあ、でもこれやらかしても、でもヒーリングオールだけでしょ。だいたいいつもこういうのって、痛い攻撃してくるんだけど、ああ、ない。あ、そうか、プヨ自体に攻撃がない。え、なんで?ちょっと待って。怖い、ほんと、やめてこれ。え、いつもだったらこれ、プヨに一旦の攻撃ついて、はい、お前、プヨ一旦で処理できませんでした、死ね、みたいな感じで。あるじゃん。なんか、2万くらいのヒットポイント減少攻撃が。あ、よ、優しい何か。あれ、未開20代くらいやってる、今、私。横勘でこれ上がってって、はい、殴る。あ、はい。で、これで、はい、はい。うん。これで、はい。
で、これで爆発で、うわ、優しい。優しい。っていうか、これ2万くらいの爆発だったら、ヒーリングウォールの回復あるから、全然耐えられるんですけど。何これ来い、来い、来い。で、暴れる。うん、触れる。うん。で、これ一発で、ああ、優しい。は？え、ボス戦から怖くなるこれ。で、倒していって、加速しっかり拾って、よし、オッケー。加速して、まあ、全回復してからしっかり抜けましょうと。なんだこの優しさ。しかも自傷も5万だしね。なんか、あれ、今までの見返りだったら自傷10万でヒットポイント0になってからスタートみたいな。あれ、私ビビりすぎか。今まで50だったから60なんでそうなるかと思ったけど、全然、なんか、あれ普通だな。ちょっと待って。これがだから、まあ、加速、加速。加速。はい。こうで。よし。あ、これで。あ、やべ、ちょっとミスった。でもミスっても別にヒーリングウォールの量がちょっとあれなだけで。もう。で、ボス透明化。あ、ちょっと来たな。なんか雰囲気見えたぞ、これ。あ、なんか事象の量が増えて、これたくさん殴れると見せかけて、めちゃめちゃめんどくさくなるタイプだから。こう打って、加速して、加速して、加速して殴っていきますか。よし。あ、でもなんか簡単だな。なんだこれ、今のところ普通だぞこれ。あれ、もしかしてこれ、え、最後だから急に優しくなった。やめてよ、そんな今までひどいことしてきたのに。なんか最後死ぬ間際だけいい顔してる、なんかムカつきやつみたいな、なんかそんな感じになってる。じゃあこれで、もう、まあ、ちょんで、これをだから自傷にして、向きこうして、もう大暴れして、自傷のダメージもまあ2万5000か。はい。はい、普通の速さかでこれ。え、早坂って別にキラーとか何も持ってないんですけど。普通の超スピード型が暴れてったら、え、こんな削れる？ちょっとこれ、炭治郎さん。ちょっと SS 使おうか。もうなんか、いいや。SS 使っていいよ。で、さあ、未開に今まで詰まったこと言ってください。いや、ちょっとそこまでひどいこと言わなくてもいいんじゃないのかな？え、これ、はい。殴る。あ、で、パワーラ。よし、発動する。で、蝶バラも補正も入って、どうかな？これで削れる量が、はい、おー、なるほどね。いや、ちょっと未開見えたな。あれ、思ったよりもカチカチだぞみたいな。そんな、これでね、1ゲージ1段階目ごときで1ゲージ飛ぶと思ったか。そんな調子乗んなみたいな、なんかそんな空気が見えるね。でもまあこれぐらいだったらもう殴りに行って暴れていって、うん、まあ普通にスピードのキャラが暴れたらこんなもんで、あとキコルが超満員持ってるから、あ、でもこれ、よくよく見たら、ロックオン地雷だから、別にこれって、わざわざ、あれじゃない？ロックオン地雷だから、普通に転送壁のみの貫通とか連れてきても、全然いいんじゃない？なんだこの適正の広さ。あれ、今までの未開と全然ちゃうぞ。え？いや、辛くないんじゃん。いや、別に、なんか辛くないんじゃが、普通の戦いしてるだけなんじゃが。で、ここで、まあ今までちょっと苦戦したかもだけど、早坂のね、SS でバフ 1.5 倍がね、入りますよと。なので、まあ、とりあえず適当に大暴れしてバフを付与。はい。いや、気づいてんだけどな。あれ、めちゃめちゃ今成功してんだけど。ん？どういうことだってばよ。で、ここで、ボスは透明化。あ、でも自称4個ある。なんか少な見て。自称4個もいらねえんだよ、みたいな。なんか少なさん彷彿させる、あれになってる。だから縦勘で殴りに行きながらの、はい、はい、はい。で、加速。よしよしよし。うん、全然いい、全然いい。で、最後はキコルの SS でとどめさしたいから、ちょっとここでアルセーヌ一発使っておこうか。だからここで加速したい。うん。加速したい、加速したい。こうだな。これで右からにして。で、加速、加速。はい。で、砂時計回収して。はい、はい、はい、はい。よし、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。これで、殴りますと。よし、よし、よし、よし。割と雑魚処理できたな。で、キコルはラスゲに取っておきたい、取っておきだから一旦止めておいて。あ、でも、ちょっと、お？少しむずいぞ、これ。いや、むずくないか。いや、
そんなむずくないか、これ。横間で上がって回復していきながら、うわ、これなんか少な方を出すな。回復がなんか、追いつかないぞ、みたいな。そうね、ヒーリングウォールが、あ、いや、割とするな。あれ、スクナさんの時めちゃめちゃこれきつかったんだけどな。あれなんだこれ。なんか思ったよりも、なんかそんな、なんか、あれ難しい気がしないぞ。でここ縦勘で回復しながら自傷して、はい、これで一回ちょっと自傷を中心にしよう。あれでも外側殴ってもなんか全然通用するな。やべえ、困惑しながら普通に脱ぎまで行きそうだぞ。あ、これなんか死にそうな気がするな。ちょっと一回これパック使っておこうか。困った時のパック。この1はちょっとなんかやばい攻撃のような気がする。まあ、でも食らってみようか。多分大丈夫でしょ。ここで、まあ、横間で大きく動いていって加速。で、全部の自傷してから回復をする。よし！おう、全然いい、全然いい。こんなもん、これで、さすがに満タンだったら耐えるっしょ。おう、あ、割合か。全然、あ、全然怖くない。しかも3万ぐらいしか削らない。怖くない？ちょ、待って、全然。何これ！あれ、簡単ですよ、簡単。いや、パニックも辛さもないんじゃが。な、あれれ普通、あれ、何も苦もなくラス撃来ちゃったぞ。はい、加速、加速、加速。で、しっかりぷよ処理できました。もうこれ次回ってきたら、キコルの SS 刺さって、終わりじゃないか。で、ここで、まあ、こいつらめんどくさいバフォメット倒すでしょ。まあ、こんなもんぐるぐる。あ、でもちょっとぐるぐるアタック危ないか。自傷、自傷、自傷。自傷のダメージも多分これ1個3万くらいか。なんか知らぬ間にヒットポイント全回復してるし。あれ、もうこれ、もうタンジェロさん、アルセーヌ、キコルコンボで、あれなんか割といけそうな気がする。じゃあタンジェロさん、ちょっともう一回、未開の大地。これ多分最後のショットになる。タンジェロさん最後の動きになる可能性がある。ちょっとこれ最後、言いたいこと言ってください。ここで。はい。いや、これから償うから。はい。嘘だよ。本当はそんなこと思ってないよ。だからここで、うん、バリア、あ、しまった。これ、キコルにバリア付与。うん。自称3個拾って、自治段階目。はい、ズドン。あ！お、これ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 、私が未開に戻るんだ、これよ。うわ、炭治郎の SS 使ってこれだよーみたいな。そう、これこれ、私が見たかった未開60ってこれなの。だからここで、うわ、敵カチカチすぎーみたいな。いや、最後だからってなんか優しくするとか一切ねーじゃんみたいな。だから、ここまあ、こう打って。で、8の字ショットで右から拾う。はい。こっから、はい、加速して。はい、はい。で、よし、OK。あ、いいんじゃないんじゃない。ああ、いいね、いいね、いいね。ああ、いいね、いいね、いいね。とりあえず、アルセーヌでいい感じに行きます。さあ、じゃあ、キコルだな、最後。さあ、ここでずっと取っておいたキコルの SS。これが追撃にぶっ刺さってすごいよと。まあ、加速、加速、加速で適当暴れで。はい。さあ、これで圧倒的なパワーで、よし、オッケー。あ、やばい、これ、あ、まずい、これ。あ、キコル、まずい、これ。あ、時間殴りの追撃が、あ、あ、おー、なんか普通に刺さった。で、これ今2億でしょ ?2 億。キコルどんだけ？はい、はい、あれ？あれ、全然。あー、もう、二度と会うことないでしょうね。あれ、なんか、普通に終わったぞ。あれ、未開初見クリアって50以降私初じゃね？大体いつもどっかで負けてんだけど。あれ、終わっちゃったな。強すぎやろ。そしたら、未開の大地。60。ファイナルラストショット。また会う日まで。これで、はい、こう打つ。あ、ファイナルショット。ラストオブチエンド。お、オブチエンド。これにて、未開の大地終了。なんか、くそ締まらねえショットになっちゃった。で、あと多分最後に着いたからか、これステージ背景がね、なんか、石柱みたいな立ってて、何の意味があるか全くわかんないけど、ま、これが、未開の大地、すべて開拓完了っていうことなんでしょうね。で、強かったのは、まあ、やっぱり、悟りと、夜アルファでしたと。じゃあ、これで戦記の賞を受け取ってましたということで、まあ、今月のね、
未開の大地終了。来月はもう本当にアイテムのためだけにやるみたいなもんだから、もう未開の大地が最悪やらなくてもいいと。で、2ヶ月後からは、常設されますよということで。まあ、これにてね、長かった未開の大地。60ステージだから5年間か。長え5年間って、小学校卒業しまうぜ。なんで、まあ、それぐらいの長い期間。モンスト続けましたよっていう証明でね、勲章ももらいましたということで、じゃあ次回、10月か。10月から、未開に変わる新しいコンテンツ。まあ、多分、初芸ガチャはね、これ人気だから、それは継続してくれるでしょうね。それもまた、新しくクエストやってくるということで、楽しみですよということで、終わります。ごきげんよう。悟りも、回収完了。